はい、というわけでですね、最後の質問をお願いします。これは質問に対して本質的な答えに問わにすごく時間を要してしまうというところがあります。こう相談させていただきます。具体的にいつどんなことを思ったんですか？自分がラクロス部に所属しているということもあって、メジャーなスポーツではないので、はい、そういった背景を説明していく中で、その背景を説明を自分がしていると、結局質問は何だったんだっけっていう風になってしまい、自分の中でもごちゃごちゃしてしまって、結局相手に伝えたいことが伝えきれないっていうのがよくあります。なるほど。じゃあ逆に質問する原因は何だと思います？原因は自分が対策しようかなって思っているのは、もう最初に背景から話をしますということを前置きにして、背景を話した後に自分が伝えたいことを伝えるようにっていう風にして対策しようかなと思っています。止まっていいですか？じゃあちょっと背景の部分喋ってみて。自分がガキ地下で共通認識を深めるために守備での掟の作成をしたのですが、そもそもなんで掟を作ろうかと思った時に、その背景から説明しますと、自分のラクロス部は部員がとても少なくて、何人ですか？今は15名弱全学年で、はい、はい、なので強い部活であったら、サッカーでいうフォワード、ミッドフィールダー、ディフェンスがいて、ミッドフィールダーがディフェンス専用のミッドフィールダーを作れたりするんですけど、はいはいはい、自分の部活はそこまで余裕がないので、どちらかといったら部としてはミッドフィールダーにはオフェンスをしてほしいというイメージだったので、守備練習がとても限られてしまっていたんですけど、その中でどうやってオフェンス練習ばかりしているミッドフィールダーにディフェンスを効率よくやってもらうかと考えたときに、掟を作成してこれさえ意識しておけばなんとなくは守れるんじゃないかっていうのを作るのが自分の中で一番いいと思ったので、掟を作成したっていう話になります。それはもう一言で短く言ったりとかって、ウィングが少ないから一人で複数ポジションをやらなくてはいけないという状況なんですって言えば終わりじゃないですか。ミドルフィールダーディフェンスとオフェンスとかっていうところわけわかんないから、はい、一人でいろんなところやらなきゃいけないんですよって言ったら終わりじゃないですか。一言で終わった方がいいって。はい、そうですね。自分の語彙力の弱さ。あと語彙力っていうか爆発です。人に説明をする場を何回踏んできたかって、はい、で、ダラダラ喋ったことによって相手がもう寝ちゃったりとか、多分これ終点だと寝れると思うんですけど、ディフェンスディフェンスって確かに僕ぼーっとしちゃってました今。で、模擬面接は数が大事なので、別に先輩とか社会人である必要はなくて、同級生の友達とか、はい、あと後輩の中にもさ、頭いい後輩っているじゃん。はい、なんか嫌いはそうしたよ。俺はいたよ。で、そいつに面接するから見てくれっていうのを言った、はい、俺は。逆に後輩の方が就活を経験してないから客観的に意見を言ってくれる。別に年齢関係なく、はい、その自分の武器を説明することを繰り返した方がいいと爆発。確かにね、2つ目の相談の中でも最後に一番強い理由が来たじゃないですか。はい、最初に言ったら多分半分ぐらいの時間になったかもしれないですね。そういったところでも結論ファーストは意識してるんですけど、全部伝えて全部伝えて、分かる、めっちゃ分かる。自分が何で言いたいのか分かんなくなって結局全然伝わらないっていうのが多いので、全部伝えようっていう気持ちをなくした方がいいのかなっていうのはちょっと今思います。賢いですね、泣いて賢いです、賢いです。その通りで、みんな最初はそうなの。全部俺のこと分かってっていうふうに全部こう伝えようとするんだけど、で、相手の気持ちに立つと、それこそ面接って、1日に20人とか30人とか見るわけですよ。朝9時から夜5時まで。はい、長々言っても、覚えられるわけがない。はい。まあ、短くした方が、短く一言で記憶に残した方がいいなっていうふうに思う。はい、短く一言で自分のことを表現するのが苦手っておっしゃってたと思うんですが、はい、今短く一言で自分のことを表現するとどういう風に言ってるんですか？責任感の強い真面目なやつでも まさにそうだね。いい南さんどうですか、一言で？やる気おじさん。確かに僕は燃えてますね。僕はストイックな感じでは多分似てると思います。自信持ってもいいんじゃないですか。そう言っていただけると自信持ったら自信になります。僕はポンコツやる気お兄さん、やる気パクられてる。あともう一個あるらしくて、あの緊張の話一応聞きます。自分は中学校の頃から指導者の方なのに、本当にお前硬い人間だな、なるほど、硬くてつまんない仏像みたいだなみたいな風に言っていただくことが多くて、緊張しやすいなっていうのを自分で感じているので、そうした時にどういう風に克服していけばいいのかなっていうのを聞きたいです。爆発じゃないですか、それも。イチローがあんな自信満々にできるのも、もう圧倒的な数をやってきたっていう、もうそれこそ本当にちっちゃい時からさ、ずっとバットを振り続けてきたわけでしょ。はい、その一つの打席に現れるから、だから数を重ねるしかないんじゃない。自分が尊敬する人間に対して自分の思いをぶつけまくって、ボコボコにされまくるっていう思いをすると、きつい面接でも、はい、あ、これあの時のあれだなみたいな感じで、はい、こう思えるわけです。はい、シュンがなぜ今こんな感じになっているかというと、ボコボコにされ続けてきたからなんですね。確かに現代進行形ですけど、だからあの時のボコボコと比べたら今これ別に大したことないなっていう経験がすごい多いんですよ。だからスポーツの世界もそうで、あんなにきついことをしたけど、あの時の方が実はこれ全然余裕じゃんってなって、はい、で、こうなんですみたいな。はい、だから、全然あの時のことは余裕じゃんっていう、はい、これを積み重ねるよ。
い、そうでも思って今日自分的にメルさん尊敬しているところがあるので、あ、本当ですか、じゃあお帰りください。いや、なんでですか。結構厳しいって有名なので、ちょっと自分も今日ボコボコにしてもらいたいなっていう。いや、でもね、ボコボコというか狭いか、狭い、はい、うん、ちゃんとしてるから人間性は、だから逆に言うとちゃんとしてるからこそ、はい、変に道具として使われないでほしいと思う。なんか確かに都合のいいやつになっちゃう。だから強気に行った方がいいし、強い世界を知った方がいいっていう感じ。最後に感想の方をお願いします。自分自身結構周りと比べる会える機会が少なかったので、こうやっていろんな就活生を相手にしている方からフィードバックをいただけるっていうのは一つの自信になったかなっていうふうに思います。あと自分がすごく狭い世界で来ているなっていうのを改めて痛感するので、もう少し視野を広げてどんどん就活活動をしていきたいと思いました。はい、内定です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。